ちは、あずきです。今日はみんな大好き GU さんで冬物を買って購入品とコーディネートを紹介しようと思います。私が学生の頃にもあったらもうほぼ全部 GU で揃えちゃうだろうなってぐらいトレンドを抑えまくっててびっくりしました。しかもお財布にも優しいなんて素晴らしいですね。あとこのセルフレジのシステム、毎回来るたびにワクワクするのと、自分で袋に入れるのが楽しくて私は好きです。はい、というわけで2万円分購入しました。紹介していきます。まずこちらは白クマのパジャマです。マシュマロフィールラウンジセット2490円。見ての通り生地がモフモフで気持ちいいです。裏もモフモフで、パンツもモフモフでウエストがゴムになってます。着るとこんな感じ、ドン。もう毛布を着てるみたいにあったかくて、撮影一回やめようかと思うぐらいあったかかったです。続いてこちら、色がミルクティーっぽくて可愛いマフラーです。フェアリーチェックマフラー1490円。生地がクタクタしてて柔らかいです。個人的にはこういうのを巻いてる女子高生が好きです。続いてこちら、重ね着でも使えそうなリブハイネックセーター、お値段1490円です。下にヒートテックとか私は着たいので、いつもよりワンサイズ大きめのサイズを購入しました。着るとこんな感じ、ドン。ちなみにこれスカートと靴も GU なんです。大人っぽくまとめてみました。どうですか、どうですか。で、今履いてたスカートはこちら、なんと気に入りすぎて2色購入しました。フレアミディニットスカート1990円です。ウエストがゴムでポケットもついてます。ポケットついてるのいいですよね、ポイント高いです。袋はこんな感じ、カジュアルにまとめるのもいいかなと思います。あとすごいあったかくて伸びるので動きやすいです。次がアウターです。めっちゃモコモコのやつ、こちらがウィンドプルーフボアコーチジャケット3990円です。メンズフロアから選んだんですけど、防風フィルムがついていてあったかそうで買いました。裾が紐で絞れるようになっててポケットもついてます。やったね。はい、着るとこんな感じ、デニムがよく合いますね。帽子ほこりまみれですけど、はい、でもすごい全然風通さなくてあったかかったです。そして最後こちらもアウターです。ウールブレンドコクーンコート5990円。 GU にしては高いとか思ったんですけど、まあ、冷静に安いですよね。もう生地もしっかりしてるし、他で買えば1万前後はするなと思います。私はさっきのセーターとスカートと合わせて着てみました。他にもトレーナーとかいろんな服に合わせやすそうですね。そんな感じで、何か皆さん気になるのありましたか？少しでも参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。